皆さんこんにちは。インタビュアーの早川洋平です。石原明の経営のヒントプラス。今日は第119回をお届けします。石原さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はですね、やはり機械製造業40代の元専務というふうに書いてありますけども、いただいています。ポッドキャストで見つけて質問してくださってます。石原先生、早川さん、こんにちは。毎日何度も iPhone でポッドキャストを聞いております。繰り返していただいてますね、相変わらず。はい、ありがとうございます。父が機械関係の製造業を一人で営んでおりましたが、19年前に一部上場の商社を退社し、家業を継ぎました。ほぼ同時に弟も入社しました。当初私と弟の給料も出ない状態でしたが、現在は当時の3倍の売り上げとなっています。素晴らしい、うんうん。主に父と弟は製造現場を担当。私は営業と外注業者との打ち合わせとの出荷前の最終調整を担当しています。はい、私が担当した新規事業で失敗し、役員を外されて、現在は決定権が全くなくなってしまいました。弟と私の意見が全く違うことに加えて、人間関係も悪く、経営方針も定まらず、このままでは会社運営が成り立っていかないのではないかと危惧しています。家族経営の難しさをつくづく感じています。石原先生、家族経営で悩める人たちにアドバイスをお願いします。最近多いですね。元専務って書いてあるから元なんだね。そうですね。役員外されてっていうことなんでしょうね。早川君どうするこれ。まあ、今までのこの番組での学びを生かすと、はい、このご家族との弟さんとかお父さんとのコミュニケーションというか、うん、そこできちんとできるようにしつつ、声が小さいね。自信がないんですけども、しつつ、その今の自分のやってるところをどうするかってとこですよね。なるほどね。はい、まあ、これ、なんかいきなり答え言っちゃうと、これ別の法人作った方がいいんじゃない？で、全く別のっていう意味ではないですね。うん、この中で。いや、自分で会社作る。中でじゃない。自分で会社作る。自分で。というのは。営業会社は別に建てればいいんじゃん。営業会社を別に立てる。うん。弟さんと自分との関係で、弟も社長になりたいと思うんだよね。で、お父さんも物作るっていうことで、弟との方がいいんでしょうね。そうですね。お父さんと弟さんは製造現場を担当、うん。なかなか難しいんだよ。兄弟って、まあ、こういう、どこの会社もそうだけど、はい、兄弟同士仲良かったりとかしてもさ、はい、結婚した相手との関係で、摩擦が崩れちゃったりする。ありますよね。うん、うん。それから、子供とかいろいろ考えた時に、関係が崩れたりすることが多いですね。うちの顧問先でもさ、木曜誌で入った彼がいて、はい、そこなんか三姉妹なんだよね。三姉妹の三番目を自分が結婚したわけよ。寄せばいいのに、はい、長女にも旦那がいて、これがまた木曜誌じゃないっていう、名字は変わってるんだけど、そう会社の中にいるのよ。はい、すでにねっていう場合もあったりするじゃん。そうすると、お兄さん、まあ、長女の嫁でしょ、うん、名前は違うけど、はい、で自分は婿養子に入った、うん、と言っても、なかなか難しいよね、はい、この関係って。うん、だから、どっちかなんだよね。自分が会社作って出て、関係を作るか。はい、まあ、例えば、業務提携先にするか、一番上の姉ちゃんの旦那に、外で会社作らせるか、どっちかみたいな。今、具体的にそういうコンサルしてるけど、はい、この人の場合は、自分が会社作って独立した方がいいと思う。で、自分の今の会社を製造会社にして、下請けにしたり。はい、あ、なるほど。相手はそう思わないから、うん。自分たちがでかいと思ってるから、俺らが作ってんだと思ってるけど、入り口の営業を自分がやっちゃえばいい。きちんと今のお父さんと、弟さんにも、その仕事がちゃんと行くってことですもんね。うん、まあ、あのね、最初のうちは、実際にこの仕事を独立してやるから、依存する形になるかもしれないけど、そのうち営業をいっぱい広げればいいんだよね。うん、そうすると、お父さんの会社と他の会社、他の会社、他の会社、5社ぐらいの営業を取っちゃうと、もう完璧下請けになるから、逆転してくるのよ。その一つのに過ぎなくなるんですね。そうそうそう。この値段だとちょっとなかなかやれないけどどうっていうふうに、普通にできるから。うん。だから、今だと自分の会社しか持ってないから、営業先も、その、売るものも少ししかないじゃん。はい。それが営業力があれば、いろんな会社を売ってこれるじゃん。いろんな技術を売ってこれるよね。はい、ってことは A 社に行った時に、これどうですか？いりませんって言われた時に、こうアウトやね。自分の会社だったら。はい、でもこれだけだったらあれだけど、こことここも問題ありますよねって。うん、それ持ってきましょうかって、持ってきてくれんのみたいな話になるから、はい、広がった方がいいよね。うん、こうして営業やってるんだったら。はい、そうすると、距離も取れるし、お互い社長でしょ？で、うん、まあ、上手に弟立てながらやれば変な感じにもなんないし、うん、逆に言うと自分から見たら、ここの会社がちゃんとやってくれないと、自分も売り上げ上がらないな、みたいなことになるから、関係良くなるんじゃない、うん、そうか、そういう発想ですね。うん、ねえ、前回は、親子もありましたけど、うんうん、また、まあ、家族系、同族系って言っても、うん、一口に言っても、その、まず兄弟とか、うん、そうそう、今、石原さんおっしゃったように、例えば兄弟のそれぞれの奥さんだったり、逆に旦那さんだったり、いろいろ考えなきゃいけないこと多いですね。まあ、めんどくさいよね。夫婦は仲いいけど、親戚とはとってもいがみ合ってるとか多いんよ。家族全体が幸せですなんてことはありえないね。
妄想。いや、現実的には、ね。確かにショッキングですけど、まあでもそれはそうですよね。そうそう。で、そっちが普通だって考えてると、問題を切っても、ああ、そうかなと思うじゃない、うん。それがもう幸せなことが前提でやっちゃうと、はい、もうとっても大変ね、世の中はね。うんうんはい。でもそうすると家族経営とかが絶対なしってわけではないんですよね。あのね、上手に外れるとか、距離を取るとかね。うん、で、ただこの人なんかもさ、多分親が製造業やってるでしょ、はい、で、いろんなことやってるわけじゃないですか。うん、19年前に上場会社を退職して入ってるってことは、そこはすごいですよね。いや、ってことはね、親のお父さんの会社っていうのはそこそこ長いこと経営やってるはずなんですよ。で、設備も持ってれば、多分借り入れもすごいあるはずだよね。いいじゃん、弟に任せれば。うん。いや、そう思わない。弟がついてくれるんだから。うん、血をついてるわけでしょ、はい、自分真っさらで会社作ったら、借り入れゼロだよ。そうですね。うん、で、設備がないから営業でしょ、うん、本当に場所だけあればいいんで、全然いいじゃないですか。まあ、この場合は会社の社屋じゃなくてどっか持ってっちゃった方がいいと思うけどね。うん、駅前とかさ、便利なとこ。うんうん、それとか、一番メインな取引先の横とかさ、いつも行けるとかさ、全然平気だよね。うん、っていう風になっちゃえば、軽く借金なしで、経営できるから全然 OK じゃん、はい、仮にですけどこのお父様がどうしてもその長男のこの彼に継がせたいみたいな今意向がある感じだと、どうやってそれを、いやだってこれ左遷されてるんでしょこれ。あ、そうか、じゃあないか。新事業で失敗し役員を外され、ね、現在は決定権が全くなくなってるんでしょ。じゃあやっぱりもう弟さんっていう流れか。もうすごいチャンスこれ。今質問することによって逆にまた答えがはっきりしましたね。うん、ものすごいチャンス。多分弟さんは難しいでしょこれ。まあ物作ってで、営業できないとこれが厳しいからな、うん、今はいいかもしれないけど、うん、3年5年後10年後ってなって、これ外れるときに保証してないといいね。そうですね。実の話になっちゃう。そうか、でもこの方の質問見てね、肩書きで元専務っていうふうに書いてあって、決定権はないし、これがいいってことですよね。もうすごいチャンス。今フリーなんですよね。もう俺はダメだと。弟お前全部任すから、血が繋がってるじゃない。で、銀行なんかもそれだったら説得できるから、うん、保証全部弟につけちゃって、自分軽くすることね。うん、で、軽くなっといて、収益ずっと上げといて、お金持ってて、例えば3社とか5社をその下請けに使えるような立場にあれば、なんかなった時は助けられるからね。あ、弟さんを。うん、結果的に。そうそうそう。うん。で、その時は、またちょっと関係が変わるんじゃない？うん。そんなことまで考えた方がいいんじゃないですかね。そうか。ちゃんと家族のことも考えつつ。まあ、最後の最後ね。ですよね。最後の最後。うん。で、ちゃんともちろん戦略もあって。そう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 。かっこよく身を引く感じにして、すっごい楽なとこ行けるよ。そうじゃあ、うん、まあ今そういう意味ではいい。ね、これで今がんじがらめになっちゃったらかなり厳しいですよね。うん、そう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 、うん。もう下手に入っていかない方がいいね。だってストレスでしょ、この人。そういう意味では今のこの決定権全くないというのを好機と捉えて。ちょっと頑張ってくださいね。はい、で、まあそれこそ僕東京、名古屋、大阪だったら 3% くらいの勉強会やってんじゃん。ね。で、その辺でこう気分転換で勉強したりとかした方がいいし、うん、中に思考をどん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 入れちゃうと。どっぷり入っちゃうと。もうなんか鬱になっちゃうね。だから、確かに。明るく未来はいっぱいあるし、行けるところはいくらでもあるし、みたいな、こう白い、広い発想を持った方がいいですね。でもこの人あれだね、ポッドキャストのスタンドから経営のヒントプラス見つけたんだね。毎日何度も iPhone でポッドキャスト聞いておりますっていう。嬉しいですね。そうだね。うん、ポッドキャストやってさ、もともと僕の本とかね、ブログとかメールマガジンとかで知ってた人でない人がこういう感じで入ってきてくれるの楽しいね。なんか面白いですね。その、ね、僕もちゃんと凍結って言わないですけど、この今回119回目ですけど、1回目とかって当然ですけど、うん、iTunes からじゃなくて、うん、メルマからだったんですけど、だんだん割合が増えてきましたね。うん、ああ、そう。楽しみ。ぜひぜひこの方また勉強会等にも来ていただければと思います。はいはい、ということで、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。